マイケル・クリムはオーストラリアの男子競泳選手。種目は自由型とバタフライ。ポーランドグリニア出身。生後すぐにポーランドからインドに移住。ハンブルク、トロントを経て1989年に11歳でメルボルンに移住する。1995年のオーストラリア淡水路選手権50メートルバタフライに優勝して注目を集め、1996年。 アトランタオリンピックの代表になり、メドレーリレーで銅メダルを獲得する。1997年には100メートルバタフライで世界記録を樹立し、オーストラリアの最優秀選手に選ばれる。地元で開催された1998年世界選手権では7種目に出場して、金メダル4個、銀メダル2個、銅メダル1個を獲得。2000年シドニーオリンピックでは、 金メダル2個、銀メダル2個を獲得、第 1A 社で出場した400メートル、フリーリレーでは、アレクサンドル・ポポフの持つ、世界記録を100分の3秒更新する48秒18、をマークした。故障にも悩まされ2002年から2003年まで、休養し、2004年アテネオリンピックでは、リレー要員での出場になり4200メートル、フリーリレーの銀メダル1つに終わった。 地元開催の2007年世界水泳選手権を最後に現役を引退した。ありがとうございます。